会もちょっとやっぱり費用感が、そうですね、2段そうですね、まあ、はい、なりして、なるほど、すごい、はい、さすがです、そうなんですよ、はいはいはい。最初 BB クリームとリップクリーム作って、次ワックスのシリーズ作ってるんですよ。でレタッチニューっていう、ワックスのシリーズ作ってて、大人が再び熱狂できるワックスシリーズ作ってるんですけど、まあ、それのなんかこう箱を今行ってきたんですけど、意外と箱って一番表面の部分なんですごく大事で、たかが紙されど紙めちゃくちゃこだわって。話してて、今日の会社さん初めてだったんですけど、すごい柔軟でね、めっちゃ良かったです。本当にね、箱屋さん一つで全然出来上がり違って、全然ブランディング変わっちゃうんで、マジで大事なんですよ。なんでまあこのまま一個も抜かりなくやっていきたいと思います。の半ばからなんですけど、はい、まあ本当に自己資金でまだやってるんで、一個一個出してきます。一気に出せないんで1個バーム出して、その次グリース出して、ジェル出してワックス出してみたいな感じで、2ヶ月スパンぐらいで資金が大丈夫だったら出したいなって思ってます。今はね、ほんと資金との戦いっすよ。あれとなんかびっくりした。2200円の 0.3 か。じゃあ頑張ります。ありがとうございます。全然わかんない。痛い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 。おしゃれじゃないものいっぱいあるな。ライフスタイルとかってもうおしゃれじゃん、全部。うん、おしゃれじゃないよ。そうか、なんかないのかな。じゃないもん、おしゃれにする。デバイスとクラウドの話じゃないけどさ、はい、やっぱデバイスだけだと限界が来るっていうか、パンパンになっちゃうからさ、意外と可能性とビジネスとして強いのこっちだったりするじゃん。はい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 。マーケティングの子がいるんですけど、そのマーケティングの子が、まあ、これもちょっとモザイクですけど、こういう売り上げのレポートとかアクセスのレポートみたいのをインスタと EC サイトと、まあ、他全部見てくれて、でも結構なんだろう、珍しく思うと思うんですけど、これって多分美容師さんみんな自然にやってるんですよね。言葉にしてないだけで。だってインスタ運用して数字見ながら、これは保存数多いからこういう写真をもう一回撮ってみたいなやるじゃないですか。だからあれの延長線上で、あれをもっと言葉にして数字書き出して具体的にやってったら経営っぽくなるだけの話だから、これ個人単位で美容師さんでやってたら多分全員売れる正直そんな難しいことじゃないなって思うのと、これもやる時間がないとできないから、美容師さんって多分週6で働いて朝8時から深夜12時までとかだから、どうしてもこれをやる時間がないと思うんですね。だからそれができないんだったら、経営者の人がちゃんとやってあげるべきだったりとか、そういうバックオフィスみたいな人がいて、美容師さんはいわゆる役者じゃないけど演者としてやるべきだと思ってるんですよね。だから構図的には結構うちの会社もそうで、こういうマーケティングの人がこういうふうな数字の管理とか全部バーしてくれて、僕が演者として表に出てみたいな。だから多分アルバムさんとかはそういうのできてるんですよ。こう数字とかどういうふうにやって、どういうふうに伸ばしてったらどんぐらいフォロワーついてみたいなのを裏でやってくれてる人がいるから、多分売れてる。でも結構美容師さんはこういう風にやってたらたまたまこう伸びたっていう人が多いから、もちろん当たってる人はいるんだけど戦略のもと当たってるわけじゃないみたいな人が多いから、なんかもったいないなみたいな思います。本当は全員当てれるのにみたいな。お店の中でそういうのをちゃんとパワーバランスでやってたら、この人が売れてこの人が売れてないっていう状況はありえないじゃないですか。だってこの人売れてんだったらこの人は違う売り方を考えればいいだけの話。多分それが生まれてしまってるってことは、本当に個人個人の、まあたまたまって言ったら言い過ぎですけど、センスが良かったとか、そういうなんかこう数字にできないもののおかげで売れてるケースが多いのかなと思っていて、そういうの上手にできたらいいっすよね。僕ももともと美容師の時そういうのできなかったから、自分じゃなくてこいつになった瞬間にやっとできたって感じ。合ってました。これが逆でした。これ全部多分リップですね。なんかここが、はい、いやー、なんか。これ本当にすごいことなんですよ。こんだけなんですよ。今取材中です。何かな。シュッシュッシュッだからこっちからシュッシュッ、はいはい、ということで今伊勢丹新宿店メンズ館1階に来たということはということなんですよ。取り扱い決まりました。おめでとうございます。ありがとうございます。もうね、感無量だわ。今ね、まだ並んでるとこ見ていないけど、はい、見に行きましょう。タッチがどこに置いてあるか教えてください。アップされてるっていうことはもうすでに取り扱い始まってます、はい、で伊勢丹のによってクマとかヒゲとかの青ひげとかも、カバーしやすくなって、まあ、レタッチっていう名前の通り少し補正してくれる程度、まあ、BB クリームって下地とかファンデーションとか日焼け止め入ってるんですけど、一回ストップ生っぽいはい、オークル色にオレンジをちょびっとだけスパイスで入れてて、LP0021 ですね。これは300人とか400人ぐらいのという感じで、ですね、今回はレタッチの紹介だったんですけども、本当に共通しているのはパッケージがめちゃくちゃかっこいいっていうのと、どっちもナチュラル、応援よろしくお願いします。そしてみんなで身だしなみを整えていきましょう。じゃあな終わってしまったではなかった俺美容の掲示板なんですけど、なんだろう、当時1年半前ぐらいかな、メンズの美容のことを話せるプラットフォームがなかったんですよ。っていうのもなんかツイッターとかで地元の友達とかがいる中で、みんなメンズコスメを買いましたって言えないらしくて、タヤのアダルトコーナーみたいな感じで仕切りを作って、中に入ったらみんな仲間になるみたいな状況を作ったら急に話し出すんじゃないかと思って、そういうのを作ったらめちゃくちゃみんな話すようになって、その中だけでは今日の戦利品とかコスメ戦利品とか僕的なベスコスとかそういうのをすごい話すようになっていて、でも表のアカウント見ると別に話しない、それは分かってくれる人がまだいないからっていう狙いで作っただけなんで、全然僕が教えてるとかじゃなくてただのコミュニティの掲示板です。リタッチはもうそのままあれですよ、レタッチなんです。カメラマンがやってるレタッチ。まあ当初そのメンズメイクとかいう言葉に結構違和感があって、いやメンズメイクとかしたくないしみたいな。だけど例えばカメラのフィルターアプリ言ったら盛る人と修正する人がいるじゃないですか。で僕は盛りたくはないです。でもニキビとかシミとかの修正はしたいんです。だから盛るのとレタッチどっちが好きかなって思った時に、まあレタッチだし、多分世の中の人もレタッチを求めてるからマイナスをプラマイゼロにする、修正する身だしなみのメイクレタッチで、この真ん中がこれになったのは塗り替えるっていうシュッっていうイメージあえて素足入れてるって本日は8時で閉店させていただきました。やっぱ複数業、サブの副業じゃなくて複数業をやる人がやっぱ今主流で、やっぱそういった方がいろんな自分の感性とか感覚をいろんなところで役立てられるので、まあ、それをするにはやっぱフリーランス美容師じゃないとできないなっていうのがあるので、僕はねフリーランスの働き方は推奨しています。まあ、実際僕2年前にフリーランスになって、ようやく人に会うことができたりとか、他のことに挑戦する時間ができたりとか、まあ、そういったメリットを活用しながら今コスメのメーカーをやったりとか、まあ、YouTuber として一人の美容系 YouTuber としていろんな仕事をいただけるようになったりとかしたので、まあ、本当にフリーランスになってよかったなと思います。まあ、ただね、1個デメリットといえばやっぱ集客自分でやんなきゃいけないんで、なんかもともとお客さんいる人だったりとか、自分で集客インスタとかで自信あるよって人はまあ独立なんで、まあ、全然してもらった方がいいのかなと思うんですけど、やっぱりなんかこうそこまでの集客まで頑張りたくないとか、常に数字追いながらマーケティング考えていくのってなんかしんどいな。私はこう技術だけで、やっていきたい、クリエイティブなことをやっていきたいとか、まあハサミ1本でっていう感覚なら、まあ、サロンにいた方がオーナーさんがその自分のお客さんを見つけてくれる価値を作ってくれたりとかブランドを作ってくれたりするので、まあ、それも一個の働き方なのかなと思うんですけど、まあ、複数業やりたい人は 100% フリーランスがいいと思います。それは間違いないです。はい、見ていただいてありがとうございます。まあ、宮永エイトという人物は本当にフリーランスになって、美容師で培った感性だったりとかコミュニケーション能力とかそういったものを他の業界に持ち込んで、まあ、成功した、人だと思っています。なので、まあ、そういったところお手本になれる部分はあるのかなと思いますので、まあ、なんかこう気軽にね DM いただいたりとか、まあ、サロンとかなんかのきっかけでお話しさせていただく場面があったら、まあ、そういう複数業のことだったりとか、まあ、美容師の感性どうやって他の業界に持ってったらいいのかとか、まあ、YouTube でどういうふうにやっていけばいいのかとか、まあ、そういうところを、教えられるかなと思う反面、まあ、皆さんも僕よりパワーがある若い方も多いと思うので、まあ、そういった感覚を持ってる人すごい多いと思います。ガンガンね挑戦してもらって、挑戦した先に、まあ、失敗あるし、まあ、失敗を糧にまた、立ち上がっていろんなことを挑戦していけばいいと思うので、まあ、僕で30歳で成功した人なんで20代とか、まあ、35歳でも40代でも、今から成功するっていう方法とか、確率は全然あると思うので、是非挑戦することを忘れずやっていただきたいと思います。宮永エイトでした。